今回は、進撃の巨人の伏線が壮大すぎることに対するみんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。後付けっぽい伏線がないのがすごい。クサバーさんの容姿と名前は確実に後付けだと思う。初期のライナーとベルトルトの伏線がピークだと思ったらあんなの予想できるレベルでしょぼい伏線だったよね。1話で鍵に気を取られてグリシャの不自然な勘と視線に気がつかないというかこれに気づいた人いるのかな。訓練兵時代の会話でライナーとベルトルトが鎧と長王型って示してるってのを見抜いてた考察は見たけどグリシャの視線に関して言及してる考察はついぞ見たことがない。政治劇始まった時は実際あーはいはいそういうのねってなってたよ黙った。モンスターパニック物かと思わせて世界中を巻き込んだ政治劇になるとか下手するとあーはいはいそういうのねってなりそうなのにそれ感じさせないのすごい。無料公開なかったら多分読んでなかったと思うから読む機会があって本当に良かった。読むまでずっと島で巨人と果てのない戦いし続けてると思ってたし。俺も一挙の時に久々に読んで印象が激変した。名前は内下馬のあたりで迷走してると感じて読むのやめたけどそれらも全部伏線になってて感服したよ。マーレ編のキレが良すぎた。マーレ始まってから辛い身内から死にすぎる。面白いけど今回コニーが仲間やっちゃったのが読んでずっと引きずってる辛い。内下馬中心かと思いきやまた巨人との戦いに戻ってきた。圧倒的な敵巨人に対して小さい力の味方巨人と人間が手を取り合って戦うのいいよね。最初は全20巻くらいで終わらせる予定だったって聞くしマーレ編はやる予定なかったのかな。夢だった海に到達したけど外は敵だらけでしたって後味悪すぎる。マーレ編は構想あったけど最初のファルコとライナー周りの話が全部アドリブ。打ち切りっぽくはなるけど地下室を行って海見て終われると思う。まあ海のところで終わっても違和感はないな。最初展開は4巻くらいまでしか決めてなかったって聞いて嘘だろって。世界観ガッチガチすぎる。物語の盛り上がりが何パターンもあるのすごい。盛り上がらないなってなってた展開も後の盛り上がりに寄与する伏線ばかり。3回くらいジャンル変わってるよねこの漫画。これが初連載とかがビアマ先生って天才通り越して強人なんじゃないの。立体軌道の発想の時点でかなりすごい。アニメ一期のオープニングでネタバレしてるなんて想像もしてなかったよ。言い方悪いけど初期の絵の荒々さが伏線を張るのに役立ってると思う。本来絵の練習するべき連載準備期間にストーリー練り込むことばかりやってたって自分で言ってたからな。これだけ設定練り込んでいても連載誌が違えば即打ち切りで謎ばかり残ったかもしれないのが怖いわ。進撃の巨人保有者が自由を求めて進み続ける理由が本当にひどいというかゾッとした。ベルトルトがマジで名前とセリフがちょっとあるモブだと思ってた。そもそも名前覚えてなかった。ファンからも散々ネタにされたからな。ライナーとジャンはもっと出番増やしてもよかったと思う。ベロベルトさんはまあいいか。王政編だけは作者もあまり寝れてなかったと言ってたね。でもオールマリア奪還戦からが本当にいいんすよ。でも最後に兵庫がありがとなっていうの好き。ケニーも好き。一応年内完結らしいけど1ヶ月伸びたしどうだろうね。アルミンハンジ陣営が世界を救うぞってかっこよく決めた割には何もかもグダグダで仲間コロコロにまで手を染めてしまったのであと半年あってもまとめられるんかいな。これ感すごい。アニメの方も最低で3ヶ月伸びるのがもう確定してるから原作も年内完結は無理だと思う。あと2巻で終わるのは信じられない。残り5くらいって昨日がビアマ先生が言ってた。面白いし何よりもページ減も大きな救済もなく連載を続けているのが一番嬉しい。新しい巻発売されるたびに1巻から読んでる気がする。どう考えても罪な世界で読者にエレンっていう一筋の希望を見せるのがマトリックスと似ていてやはり名作。ブームになってる時はスルーしちゃったけどあの壮大さ聞いてから読んだらめちゃくちゃ面白い。これほどリアルタイムで追っかけててよかったと思う作品も少ない。誇張抜きで伏線と回収のうまさは歴代一だと思う。進撃って途中だれた印象あったけどその期間で育まれた伏線とライナーでこの人やっぱすげーってなった。伏線と同等の立場である作中の一登場人物ライナー、ライナーよし何の問題もないな。テラホとの圧倒的な才能の差を感じるな。仇役がブサイクな化け物という同じような状況でもここまであからさまな差が出るんだね。これは比較教材として後世の漫画家に教えた方がいいのでは。三級良識2期。本当にもふた、未完で終わるのか。お父さんの数々の発言の裏に実はすごく怖い顔したエレンがずっと付きまとってたとかすごくホラーだったよね。
政治始めたり回れ編になった時につまらなくなったと誤解してしまった話で一気に盛り上がって、そこからずっと面白い。そして、政治や回れ編も必要だと感じる。今思えば政編と回れは京極夏彦小説のうんちくシーンだったんだなと思う。和睦不可能のどん詰まりを描写するのと、仮初めの平穏を演出するためには必要不可欠だったのだ。まんまこれだ、忘れでも言われてるけど、ああ進撃も人対人に行っちゃうのねって感じだったから、俺の目が節穴でした、ごめんなさい。するしかない。ユミルの民は人と似た面しただけの悪魔だから、何に扱いする必要はない。グロスポイント、自分はネットで話がめちゃくちゃ盛り上がってて戻ってきた口だけど、一気読みすると王政編も回れ編も普通に面白かった。 BLEACH みたいにはずつ読むのと一気読みするのとで印象が変わってくるタイプの漫画でもあると思うわ。無料で一気読みした自分でも、内乱と回れ編はうんはよは進めろよって感じだった。でも改めて読み返すと構成バッチリですげーんだ。王政編はともかく回れ編がつまらんと思ったことないわ。なんせ我らがライナーのあんなとこやあんなことやあんな姿がたっぷりいろいろ見られたんだからな。は寝られるなら億超えできる実例を打ち立てた化け物。進撃がウルトラ面白いのは同意するけど、億超えはブームを仕掛けた編集部のプロモーションの手腕や運の要素も絡みすぎててなんとも言えないところ。言うほどここまで寝ることできるか。ワンピースはこれ以上かもしれないが、実際に売り上げでも上を行ってるし、はネッテレバーの根拠に離れてる。グリシャの伏線のあたり、このスレ見てさっき知ったけど、怖すぎて泣いた元妻や妹のこと引き合いに出して脅迫してくるとか、本当に悪魔だと思う。元妻妹クルーガーとグリシャの大事なとこ的確にえぐるの本当ひどい。エレンもここは心を鬼にしてとやったんだと思いたい。エレン頭進撃だから素でやってる可能性が。年経ってようやく現れたナチュラルボーン頭進撃が仕事できすぎる。心を鬼にしてとかではないと思う。心が鬼に育ったのがエレンだと思うから、そこがエレンらしさであり進撃らしさで惹かれる理由。設定と伏線のお手本みたいなストーリー作りに気づくと笑えるネタ散りばめるセンス、マジでマガジンが絵の荒さ気にせず拾わなければこの作者が読みで図埋もれてたかと思うと恐ろしい。ジャンプ向きの作品じゃないから拾われたのがマガジンでよかった。下手にグダグダ伸ばされることもないだろうし、乗った紙面が創刊号だったのも大きいと思う。というか過去にも初期で潰された進撃のような名作が埋もれてると思うと恐ろしい。マブラブに影響を受けているというコメントは今だからこそなるほどとなるだけで、もし原案持ち込み段階で難解な人 vs 人の政治闘争要素を出しては敬遠されると、少年漫画前とした人 vs 巨人というとっつきやすい入りから始めるのがいいだろうとまで考えてたとしたら、栄養戦略目線でも非凡すぎる。そこまで読み取っての編集側の作画も本人にやらせようという決断だったとしたら、こちらも凄すぎる。英断なのは否定しないけど、このレベルの才能はいずれ見つかっていた気がする。見つかり方と見つけた人が最高だった。漫画読みに盗難って臭い煽りが文句なくハマったわけだし、めちゃ細かいけど、鎧の巨人の見た目は無知性と同じだったって少年エレンが言ったのは途中で設定変えたと思う。いや遠目だったし、エレンは体くらいしか見たことなかったから別に変わったわけじゃないと思う。単に超大型ほど見た目が変わった巨人には見えなかったってだけだろう。武器が効かないことは変わってないし、逆に言うとエレンが全ての硬質化を解いて鎧の巨人の鎧がなくなったら、ただのでかいだけの巨人になってしまったというのも、他の巨人と変わらなく見えたっていうエレンの発言が正しかったと言えなくもないわな。無理やりだけどな、物語の冒頭であれだけ圧倒的に恐ろしく見えた鎧の巨人も、たかが硬質化の部分を剥いでしまえば有造なし像と同じだよっていう設定というか、後からデザインをかっこよくすることにしたんだと思う。車力なんて、パーフェクトゲームの頃のデザインがクソダサいのに、今はかっこいいし。もともと中身がああいう顔のおっさんの設定だったんだよな。確か作者が自分のサイトで絵をアップしてたピークちゃんになってよかった。設定の話だと、個人的に一番気になるのは壁の高さの無壁内は中央に行くほど土地が高くて標高差がむあるらしいから、いくらか内地に行けば壁の外が地平線まで見えてしまう気がする。もしかしたらウォールマリア城のどこかから若干海が見える場所もあったかもしれない。まあ年程度ならまだ気づかれてなくても不思議ではない。だから必死こいて地球作ったやつとか殺して回ってたんだろうな。ちょっと上空に上がったら即バレだからな。でもあそこまダガスカル島の中心だろ、肉眼で海見えるとは思えんが。草ばあさんはグリシャ視点の本の階層でジークに密告されたシーンですでにいたじゃん。少なくとも容姿は出てたよ。それともあれか、連載開始時点では決まってなかっただろうってことか。赤
とグリシャ過去編で危ないぞグリシャ前見て歩けって言ってた人も多分クサバーさんアニメだとその回のキャストに名前があった。クサバーっていうのはドイツ名で、綴りはクサバードイツ読みだからクサバーだけど、元はあのザビエルから来てるんだよってどこかで言われてるの見てげってなったわ先生。人名辞典とか見ながら命なしてるのかな。物語が2点3点して、進撃の巨人のタイトルが回収されるのすごすぎ人類 vs 巨人矢印巨人 vs 巨人矢印人類 vs 巨人矢印巨人 vs 人類。間違えた爪は人類 vs 人類だ。壁の中 vs 壁の外で脅威の構図が入れ替わるのも好き。進撃の巨人って言い方おかしくね？っていう指摘も実際ちらほらあったからな一気にブームになった時のイチャモン混じりみたいな感じではあったがでもその日本語特有の曖昧な言い方が見事に効いてるような襲ってくる巨人たちに主人公側が抵抗する話だと思って読んでたらタイトルロールがもろに主人公だったとか唖然とするわ。自分もそう思いながら読み進めてたら立ち向かうミカサとそれを守るように無垢を殴り飛ばす巨人のページがぐんときてあの瞬間これは進撃の巨人だって痺れたな。本当にガビ山先生は輪の作り方がうまい。当時もあれへんはガビウザイエレンたち出せよとかで不評だったのに今起こってるカタルシスはここがないと絶対成り立たないもん。冗談抜きで今の主人公はライナーとしか思えないし、あれだけ主人公していたエレンはラスボスにしか見えん。ぶっちゃけ、ガビもそこまで得意な制約ってわけじゃなく、本人や世界観からすれば、まああれに尽くして世界に食材し、島の悪魔に鉄槌を下す、という、生真面目が過ぎて環境ゆえに視野や選択肢が狭いってくらいの女の子なのだな。あんな環境で当の人間に対して嫌悪をそこまで示さないファルコがまれすぎる。ガビは家族親族が丸ごと島には悪魔がいる論を頭っから信じてたしねファルコの家は口に出さないだけでマーレのプロパガンダに気づいててもちろんそんな教育はしないけど家族は皆察してる感じなのかもしんない身内から反落者出したから汚名返上のために兄弟とも必死で戦士になろうとしてたけどコルトも結局家族ファルコが大事でマーレに対しそこまで忠誠心なんて持ってない本心をさらけ出したしガビうざいと思ったことはないんだよなマーレ版エレンだなって感じで立ち位置が違うってだけだが立ち位置ってその人キャラの土台になる分一番大事な要素だよな。うんガビがうざいと思ったことない言う通り立場が変わったエレンだなこのキャラって思ったもん。いずれ心を入れ替えていい子になったなって読者にある程度認められるキャラになるだろうことが分かってたからうざいって思ってた。壁内政治編も単行本でガーッと読む分には別に面白いんだよな。アニメでその辺やってた時は毎週めっちゃワクワクしながら見れたしな。 ONEPICE のウォーターセブン編の一味のゴタゴタやナルトのサスケ奪還の後処理みたいなもん雰囲気が重苦しいから閉塞感でつまらなく思うって心理だろう。逆に言えばめっちゃ物語にのめり込んでる証拠だ。王政編海まで一気読みしてたけど不老なの知って驚いたわ。自分も単行本で読んだから幾分理解できて面白かったけれどアニメだとやっぱきつそうだと思った。王政編にこそ今につながる伏線が散りばめられてる。なぜ調査兵団が王政から疎ましがられていたかクーデターが成功してもエルヴィンは人類はより厳しい道を歩み始めると言ったり結局巨人が存在する謎が解けたとしても巨人の真実始祖のユミルの存在や伏線のちぎりが存在する理由が王政によって隠されてきたのかを考えると全てはマーレ編につながるわけだし巨人によって殺される人類の数が人以下になれば争いは終わるっていうような言葉も今となってはすごく意味深い場合が巨人の真実は地にしか仕掛けがあるものだと理解したこともユミルの民と芸術品になった貴族たちとの関係からすれば当たってるとにかくストーリーに一切の無駄がないのがすごい。のグリシャの件今気づいて震えたグリシャの様子がおかしいとは思ってたけどそういうことかこの頃から作者は大きくなったエレンに見られてることを想定しては作ってたのか。前に再放送したアニメ話を見たらグリシャがエレンと呼びかけたところでわざわざこっちに体向けて室内のチビエレンの方見て吹いた伊佐山先生が頑張って気を使って伏線張ってる細かい描写が台無しだよでもエレンと言ってこっち向いたその後は顔が映ってないのでまた向こうを向いた描写を入れたらなんとかごまかせそうわら。地元の豊かな源泉がガビ山の発想力を育んだと聞いた。正直、このくらいの話なら小説や映画やゲームでそれなりにあるんだけど、進撃は連載漫画でやったってのが本当にすごい。最初から最後まで完成させてから読み出すんじゃなくて、じわじわ小出しにして飽きさせず破綻させず続けるのがやばいよ。ガビ山先生の脚本構成や伏線の張り方って見切り発車とライブ感が主流の漫画業界に革命を起こしたと思う映画とかゲームの脚本構成方法に近いんだよな。煽り抜きで作品名教えてくれめっちゃ気になる。伏線の張り方と回収なら最近だと重装騎兵防衛剣じゃない？
2周目でキャラの挙動やセリフの印象がめちゃくちゃ変わる。わかる、重装騎兵の伏線を自力で繋げられるワクワク感は進撃と同じ。進撃のすごいところは何年も連載を続けて不安にならず凍ってガビ山先生が貫いたところ。映画やゲームなら制作に何年かかっても受けては一発しか見ないし変な期待も起こらない。でもガビ山先生はリヴァイとエルヴィンの人気や書いてる途中でこっちの方が楽しいにブレス走り抜いた。これはマジですごい。重装騎兵防衛権は考えれば考えるほど、シナリオ作った人本当に苦労しただろうなってため息が出る。人の視点で時系列もバラバラ、しかも多ジャンルの SF 要素をこれでもかとぶち込んだ設定のストーリーを破綻なくきっちりまとめるとか狂気の所要でしょ。あれ万一アニメ化とかしたら、その脚本家も過労死しないか心配だわ。新しめのだと、映画はサーチサーチ、小説はゴーンガール、ゲームはグノーシアとか脚本すげえなって思ったよ。ちょっと古めだと、伊佐山が影響受けたと言ってるマブラブオルタとか、メメントなんかもいい。遡ると古い名作もたくさんあるけど、いかんせん名作は真似されまくるから今見るとありがちな展開に思えてリアルタイムの感動は味わえないのが惜しい。進撃の巨人で次回どうなるんだ？お楽しめたのはラッキーだわ。ではないが、有名なところだと映画シックスセンスかなラストで明かされる真実と、それを知った上で最初から見直すとそれぞれのシーンが全く違った意味を持ってくる方がだと、アフタースクールが見事ネタバレになってしまうので、あらすじを言うことさえできないそれぞれ未見なら、情報を全遮断してみるべし。アフタースクールのミスリードと伏線回収は本当に気持ちいい。このくらいの話っていうのがどういう意味合いで言ってるのかわからないけど、少なくとも映画の尺でこういう壮大な話はできないと思うけど、あと自分は小説も人よりは読む方だけど、シナリオ面で進撃レベルのものはそうそう転がってないと思うわ。あれだけスケールの大きな話で、設定や伏線の設置と解消、人間描写やテーマ性が全て高いレベルで破綻せずまとまっている作品は洋の東西を問わずごく稀にしか見られない。銀河英雄伝説とかどうよ。あれは別にストーリーすげえ伏線回収すげえって話じゃないと思うが名言と名シーンの宝庫だけどね。こういうのがまさに上で言われている連載ゆえの面白さを味わわされている感想なんだろうな。プロット過剰書きにしてみるとよくわかるけど、あの壮大さ自体は進撃において特筆すべき部分じゃない。狭い壁内からスタートして何年もかけて徐々に世界を広げたからこそ、あたかもとんでもなく壮大な話に感じられてこういう感想を持つ人が出てくる。それがすごい。壮大さではなく、壮大でも大味にならないところがすごい。ただスケールが大きい話ならそれこそ吐いて捨てるほどあるけど。同じものや光景を見て、あるものはそれを神と呼び、あるものは悪魔と呼ぶ。いろいろな立場の登場人物が場面を変えながら言い続けてたけど、最後には主人公の存在ですら神か悪魔かわからなくしながらの描写。進撃という言葉の深さ、巨人の存在によって自由を奪われていたのは島の人間だけではなく世界も。であったこと、どれだけ物語を展開させても軸がぶれないのが本当にすごい。書いてて思い出したけど、ハンジさんが話してた食人文化でさえユミルの話の伏線になってたね。伏線がすごいかどうかはともかく、正直今クソつまらんわ。ハヨ長王型の軍団止めに行ってくれ、その前の仲間割れみたいなの見てても退屈や。止めに行っても結局エレンと揉めるわけだぞ。同期を皆殺しにするライナーやジャンやコニーが見れるんだぞ。リコさんと対峙するミカサとかもあるかもな。楽しもう。月刊誌だから長く感じるのならわかるが、もしサクッと長王型の軍団止めに行くような展開になったらご都合展開って叩かれまくったと思うわ。むしろ円満に収まるわけがない。巨人、エルディア人、マーレ人、マーレで育ったエルディア人、アズマビトの血筋、アッカーマン、島を襲った人、襲われた人、それを支持した人、ジークハエと千年揉めてきた、本当かどうかもわからないことを、今どうにかしようとしてるんだよ。ごめんと中送信でした。むしろ円満に収まるわけがない世界の縮図が今のハンジさんたちだもん。巨人、エルディア人、マーレ人、マーレで育ったエルディア人、アズマビトの血筋、アッカーマン、島を襲った人、襲われた人、それを支持した人、ジークハエと千年揉めてきた、本当かどうかもわからないことを、今どうにかしようとしてるんだよ。他のやり方があったら教えてくださいよ。お前みたいな奴が王政編の時も暴れてたんやろな。週刊で2年半連載したドレスローザ編をご存知でない？巨人や神話ネタを使いながら宗教って言ったっけ？と宗教を悪役にしないで話を進めるのが新鮮だった。鋼の錬金術師みたいに宗教を悪役にした方が人気出やすいのに、あえてそれをやらないのはすげえ。そして鋼連作者と競わせる編集者的な悪意わら。言うほど鋼連って宗教を悪として描いてるか？まあ、あれ編は最初ありきたりなものになっちゃったな。
って思ったけど、エレンのネジが飛んでるの分かってきたあたりから面白く感じてきたな。逆にライナーは人間味出てきちゃったし、二人の印象がガラリと変わった。すごく変な気分だ、退屈だと感じないし、何度も読むたびに面白さが加速していく。きっとどんな結末を迎えても受け入れられる気がする。そうだ、どこも欠点がない。前編面白かった。だって進撃の巨人はこんなにも最高じゃないか。広告展開が古代広告とかじゃなくて、ちゃんと作者の実力に見合った作品は初めて見たかもしれないが、ビアマ先生も一流だけど、それに関わってきた人たちも一流揃いだよね。話にデカデカとこの才能は本物かとかコメント書かれてたんだよね。確か本物すぎる。本物ではない、化け物だ。自分とこの雑誌の創刊号に新人の作品を持ってきて、その冒頭にその煽りを入れてくる編集部の決断力がすごすぎる。途中でリアルが忙しくなって読まなくなったけど、もったいないことしたわ。今からでも間に合う。ジャンプじゃなくて本当に良かった。ジャンプ持ってこいさん、本当にありがとう。ハガレンとか進撃みたいな全体の構成が綺麗な作品は週刊誌じゃ無理だよな。集英社的に見たら大損だろうけど、漫画業界全体で見たらプラスに働いてるし、結果的に見たらわらはっとり編集の選択は間違ってなかったと思うわ。あそこで進撃捨ててなかったらと考えると少し怖い。あと 1% か。そういえば思ったけど、ライナー最終回でも生きてるかな。岸八ジャンプ読者にはちょっと難しすぎたか。しつこい。本編が地獄な代わりに、あまたに及ぶソシャゲとのコラボでたくさんの救済ルートを開拓したのは考えたなと思った。何度も言われ尽くしてるって分かってるけど、2000年後の君へのタイトルの理由が分かった瞬間は本当にゾワッとしたよ。年前の君からをリアルタイムで読めたの本当最高だったわ。ここ含めてあっちもこっちも大盛り上がりで、ネタも考察も感想も全部楽しかった。連載開始時の作者って大卒の新社会人くらいの年じゃ。その時点でどれだけ先までは作ってたんだろう。ガビヤマ先生、俺らとライナーを出会わせてくれて本当にありがとう。ヒストリアを出せ、ヒストリアを出せ。この前のインタビューでも、どのキャラが何を思うかはその時までわからないけど、何をさせるかはすでに決まってるって言ってたのが説得力すごい。ダイワのグリシャをあの形で回収したのを見せられたら信じるしかない。第一話が物語の導入として完璧なのに、タイトルの2000年後の君へという謎、かつグリシャの視線という誰も気づかなかった伏線が詰め込まれてて、もう、なんか、やばい語彙力低下。作者の人そこまで考えてると思うよと迷いなく思える漫画、おかげで考察がはかどる。これ最初に話の構想を聞かされた編集者どう思ったんだろうな。マウントとワとアントニオ猪狩が東京ドームの役を目撃してしまった、清掃員みたいに偉いこっちゃってなったんじゃないか。漫画読みに投稿の才能は本物か。はい、ただもう漫画読みにしか受けてない伏線なんて回収したところで、だから正直伏線は過大評価されとるミステリー以外やと、あってもなくてもええわ。整合性を持って状況が進行する話と、尻滅裂で状況が進行する話、どっちが面白いんだ。でもそう言いながら、伏線回収されなかったりはの整合性取れてなかったら、それはそれで文句言うんでしょ。知ってる、そういうのぶん投げで勢いで読ますタイプの作品も楽しめる人はそもそもそういう文句言わねえもん。伏線なりストーリーが練り込まれてることがこの漫画の面白さなのに、何言ってんだこいつ。この巻まで読んでおきながら伏線嫌いとか笑いが止まらんわ。正直わかる、この漫画の面白いとこは伏線とかじゃないねんな。最初は読売巨人軍を題材にした野球漫画だと思ってました。大観の表紙から壮大な医療ドラマかと思ってました。超大型巨人のイラストから保健体育の参考書だと思ってました。今で思えば働く細胞的な医療と受け取れなくもない立体軌道で動く白血球さん。猿が球投げる程度には野球要素あったな。後付けもあると思うけど、それでも完成度高いよな。マルコの最後のまだ話し合ってないじゃないかが、まさか最近繋げてくるとは思ってなかった。勇者の回答ではないと宣戦布告はほんと鳥肌すごかった。日本一売れてる雑誌の編集が見抜けなかった漫画家の才能を、当時入社したての編集が見抜いた嘘みたいな本当の話。売り上げは右肩下がりだけどね。自分の漫画が1億部いったもののに、進撃の売り上げを語るがいい。仮に様が億部を超えたお方だったとしてもで、と思うだけだけどね。億部突破した漫画が他に何があるか見てこい。個人的にはマーレ編以降も好きだけど、万人受けする内容ではないから売り上げ落ちるのはしょうがないよ。アニマンにもこういうのは組んだな。せめて君の生涯年収1億突破してから、ような自分の仕事で億という単位を出せたもんだけが、やっと並び立てる世界の話人の仕事をバカにする米じゃマークすら稼げない。
ユミルちゃん会でリアルタイムで追わなかったのが悔やまれる。頭どうなってるのっていうかものすごく丁寧に作ってあるなって印象と、どうなってるのはガビ山よりソ山の肩にあった表現のような気がする。今日の時に土下座してるの記憶を見たんだけど、いやしないよ。大人気作品は良くても良いとは言わないんだよ。そういう小分けなすためにインターネットをやってるから、何かを褒めるときはこれを褒められる、俺様は他の奴らよりすごいって場合だけだよ。これはお前が始めた物語だろ、といい状況で受け取る意味が変わってくるのがうまい。よく練られた設定とか、長期連載でもほとんど破綻せず保たれる整合性とか、怒涛のような伏線回収とか、そういうとこで優れた構成力を見せつけられるとグッとくるような層向けの漫画だったんだな。もともとはともあれ編を読んでると富に感じる、それがモンスターパニックものの皮をかぶってた時期にうまいことアニメ化してあれだけ世界的に大ヒットさせて、とにもかくにも一旦ファンの間口を広げた関係者の手腕は本当に見事だったとも思う。まあ結局何が言いたいかっていうと、漫画読みでほんと良かったなってまう。最終回を見てからまた伏線回収について語りたい。最後に怒涛の回収が来ると思う。進撃は億部ぐらいあってもおかしくはないぐらい面白い。ここ最近の意味のなさそうな同士打ちにも何らかの意味があるんだろうから正座して待つわ。最終回読んでわから一気読みするの楽しそう。伏線ばっかり言われるけど、少年漫画的な盛り上がりもちゃんとあるのすごいよね。個人的終盤の出来がどうであってもすでに名作認定してるし、何よりこの作者なら伏線回収やストーリーの整合性とかうまくまとめるだろうっていう熱い信用がある。ブリ進撃ワンピは作者のまとめノートみたいなのあったら大金はたいてでも読みたいわ。ストーリー進行の傍らでエルヴィンなどが効果的な戦術披露するのすごいと思う。名前負けせず頭脳戦発揮させるのはなかなか。ぶっちゃけはのサブタイトル2000年後の君へのは未だによくわからない話の内容で、ユミル矢印エレンならどこら辺でユミルが絡んできてるのかわからない今のところ。言ってらっしゃいエレンのセリフは実はシソユミルが言ってましたぐらいしか思いつかない。シソユミルがどんな思いでいたのかはもう少し語られてほしいね。進撃のために雑誌買ってる、一つの作品のために雑誌買うほどのものをリアルに終えるのって最高だよな。エレンは自分の父親がヒストリアの親兄弟皆殺しにして、始祖の巨人の力奪ったって知って多くの人が死んだ。俺も親父もいらなかったんだって泣いてたけど、ヒストリアの言葉でまた戦う勇気ができたけど、過去親父にそれをさせたのはそれより先の未来のエレンってのがね。そして前代未聞の大落札を敢行しようとしている。さあ一体これから本当にどうなるんだろう。凶楽を鬼滅みたいに絶対王者を超える作品は今後も現れるだろうけど、伏線回収が楽しくて仕方ないし、絶対に面白くてうならされるって分かってる。ワンピと進撃をリアルタイムで終える時期なんて今ぐらいしかないんだよな。この時代に生まれて本当に良かった。フロックの顔がどんどんイケメンになっていくのは何かの伏線ですか。ウォッチメンのストーリーをなぞってるから割と今後の展開読めるけどね。伏線といえば、アニメ1期の2話で子供エレミカールが話してる近くに黒い服着た男が映ってたけど、あれってもしかして時間旅行中のエレンだったりするのかな。っていうのが以前話題になってたよね。ファイナルシーズンで回収してくれるかな、それとも全く関係ない人なのかな。大したことないだろ。